今回紹介するのは「ホットペッパーミラクルストーリーリクルート式楽しい授業の作り方」という本です。久しぶりに読み返したけれど再度参考になることがたくさん見つけられた名作だと思う著者の人柄は最後のあとがきにすべて集約されているこの授業の成功は一人一人の思いと地道な毎日の行動と それれれが結ばれて生まれるチームワークによってのみ実現できたのは明らかな事実です。中略その事実に敬意を表してこの事業の立ち上げに関わった全ての人の名前を紹介したいと考えましたが個人情報の関係もあり紹介できませんでした。本当に申し訳なく残念でたまりません。ホットペッパーは正社員が作った事業ではなく。 きか雇用者などが中心になって作った事業です。ともすれば低く見られがちな人たちをここまで同じ目線に立ってくれる方はそういないと思う。そんな方がどのようにしてホットペッパーという新事業を作っていたのか何をコンセプトにし旧事業のどこを取り入れ何を捨てどんなチームにしてどんなリーダーをどのように育て 機関雇用者をどのように教育をして何を情報共有しどうやる気を生み出す仕組みを作り事業を生み出したのか取り入れるもの参考にできるものが多すぎる以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします